こんにちは。今日はカートでスタジオにてお送りします。今日鍛えるところはですね、太ももです。女性でね、やっぱりね、太もも気になってる方多いと思います。太ももをね、細くするストレッチとエクササイズのね、方法を紹介しようと思います。まずはですね、ストレッチからいきましょう。まず膝をついた状態でですね、片足横に伸ばしましょう。そしてつま先をしっかり前を向けてですね、足を開きます。そして右手は腰です。左手は足のね、付け根に手を置きましょう。そしたらですね、ここのね、太ももの付け根、内転筋のストレッチをしていきます。この状態でですね、足をね、ちょっと下に押さえる感じでですね、左足の太ももの、ね、付け根が伸びている感覚をね、しっかり感じてください。ぐーっと伸ばします。10秒間ぐらいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、足を変えましょう。つま先前へ向けて、手をね、位置変えましょう。右が今度ね、太ももの付け根に手を置きます。そしたらね、しっかり下に足を力入れてですね、内転筋を伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。今度はですね、右足前に出した状態で、右足の横にですね、肘をついていきます。そして反対の足はつま先立ちですね。肘をついてですね、右の内転筋を伸ばしていきます。これも10秒キープしましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたらね、足を変えましょう。はい、左足の横に肘をついていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度はね、内転筋をエクササイズしていきましょう。用意してもらうものは、こういったね、ちっちゃいエクササイズボールがあれば OK です。ない方はね、クッションでも大丈夫です。はい、寝た状態でですね、膝にボールを挟んでいきます。足は膝の幅で広げます。そしたら力を入れてですね、ぎゅーっと10秒間潰しましょう。はい、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、力抜きます。あともう2回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、緩めて、もう1回です。ラスト、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れ様でした。ボールをね、潰してるときに、できるだけ内転筋、内ももがね、プルプルするぐらい力を入れてね、潰していきましょう。このね、簡単なね、ストレッチとエクササイズ、毎日でもね、できるんで、皆さん頑張ってみてください。これはね、毎日やっていくと、足はね、まあ、太ももがね、必ず細くなってくれますんで、スクワットをしてもね、なかなか細くならないっていう方はね、こういったトレーニングをしてみるとですね、太ももにね、変化が起きてくると思います。頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。